すごいっていうのが感想で。だ点をつけるとしたらもう99点ですね。もうテレビ版を含めてこれまでのエヴァで最高です。えー、土下座の出来です。あの、秀明先生すごいですっていう。<laughs> なんか、本当に土下座するぐらいこすごいですよね。あの、マイナス1点。なんで99点なのかって、マイナス1点はですね、お話が面白くないからなんですよ。 あと、クライマックス直前がダサいからっていうのがあります。お話が面白くないって僕言ったのに説明が必要ですよね。あの、悪口じゃないんですよ。なんで話が面白くないのにマイナス1点しかないのかって思うじゃないですか。あのね。 前にね、ブレードランナーを取り上げた時のこと覚えてますかあの、名作映画で実はストーリーは面白くなくても OK って話ですね。ブレードランナーそもそもお話はもう面白くないよって話したんですけども、あれはあの何かっていうとブレードランナーって脱走犯の女に惚れてしまう元刑事ってだけでですね、ストーリーはすごい単純、もう平凡なんですよ。つまりお話としてはブレードランナー面白くないんですけど、でもあの映画ってすごいじゃないですか。 すごいだけで十分なんですよ。映画にとってね、ストーリーが面白いっていうのはね、あれば、それに越したことはないんですけども、実は大事じゃない。必要条件じゃない。映画にとってはね、面白いよりすごいの方が大事なんですよ。例えば、ジブリ作品って面白いよりすごいなんですよ。特にあの、宮崎駿のアニメなんて面白かったのはもののけ姫までなんですよ。ストーリーが面白かったのはもののけ姫までで、千と千尋以降は、 ストーリーはもうね、なんか破綻してるんですよね。えー、それよりもすごいからあれはいいわけですよね。これ、まあ、あの、押井守っていう映画監督はですね、宮崎アニメは構造が破綻してて、イメージだけで繋いでるというふうに言ってるんですけども、それでも、なんで僕らは、うわぁ、ジブリアニメいいなと思うのは、も、ま、う、あ、しょうがない。面白い言葉で言ってるけど、あれすごいからなんですね。